ビクトル・カールポビチ・メルジャーノフは、ロシアのピアニスト、音楽教師。ソ連邦時代から、半世紀以上にわたって、現役で演奏、教育活動に取り組むロシアピアノ学派の、最長老であった。タンボフ音楽大学にて、ソロモン・スタリコフとアレクサンドル・ポルトラツキーに支持。1936年から1941年まで、モスクワ音楽院で、サムイル・フェインベルクにピアノを、 アレクサンドル・ゲディケにオルガンを支持し、優等で卒業する。1945年、第3回ソ連全国ピアノコンクールにおいて、スビアトスラフリヒテルと首位を分け合ったことにより、国際的に認知されるに至る。1949年には、ショパンコンクールに6位入賞。モスクワ音楽院の大理石の壁に、スクラービニやラフマニノのの名と並んで、メジャーのフの名が刻まれた。 1946年に、モスクワフィルハーモニー管弦楽団の独奏者に、迎えられる。1947年により、モスクワ音楽院の教授に就任し、ウラディミル・ブーニンやオレグ・ボルコフ、イーゴリ・ギルファノフ、ユーリ・ディデンコ、ミハイル・オレーネフ、原田・ヒデオ、ナッツァレーノ・カルーシ、タチアナ・シェーバノワ、ルスランス・スビリドフ、イリーナ・ホバンスカや、アンナ・ヤローバや、 アナヒットネルセシャンラを輩出した。日本を訪れ、マスタークラスを開講したことがある。60年間の講演活動において、ロシア、欧州、米国、中国などの国々で200回以上もの演奏会を行い、また、ドリンマゼールやクルト・ザンデルリング、キリル・コンドラシン、アレクサンドル・ガウク、ゲンナジー、ロジェストベンスキー、ユーリテ・ミルカーノフ、 エフゲニース・ベトラーノフラの著名な指揮者と共演してきた。レパートリーはバロック音楽やベートーベンといった古典からプロコフィエフやショスタコービチまで幅広い。初期から同時代の音楽の擁護者であり、作曲者本人に選ばれてプロコフィエフのピアノ・ソナタ第6番の初演を果たした。今日ではモスクワ・チャイコフスキー音楽院並びにタンボフ・ラフマニノフ音楽学校の教授を務めており、 また、モスクワ・チャイコフスキー・コンクールや、ワルシャワ・ショパン・コンクール、ブダペスト・リスト・バルトーク・コンクールなど40以上もの、国際的なコンクールで審査員を務めている。また、ラフマニノフ国際ピアノコンクールの創設者でもある。加えて、ラフマニノフピアノ講習会の芸術監督と、ラフマニノフ博物館の幹部も務めている。2012年12月20日、死去。93歳没。 ありがとうございます。